震災後、漁業の担い手が減った石巻では、インドネシアから多くの若者を技能実習生として受け入れてきました。しかし、実習生の制度には大きな課題もあり、それを変えようという動きも始まっています。岩槻記者の報告です。午前1時、暗闇の中で煌々と明かりを灯した船が出発を待っています。この船で働くソレさん。インドネシアの水産高校を卒業し、5年前、技能実習生として石巻へやってきました。12時が終わりです。眠いですね。それでは、なんか、この仕事やるから、早く受けてますよ。今は特定技能の在留資格で働いています。船を乗り回しは大変だな。波あるから風あるから大変ですよ。彼らの漁は投げ入れた網を船で引いて海底にいる魚を狙う底引き網漁。夜明け前から夕方まで網を引きます。船の上で獲れた魚を仕分けるのも彼らの仕事です。午後5時半金華山沖で漁を終えたソレさんたちが戻ってきました。この日の水揚げはサバやイカ、タイなど、多い日で2トンほどにもなる魚を次々と水揚げします。船頭を務めるのは木村雄二さん。ソレさんのようなインドネシアの若者たちと漁を行います。今日まあです。ほんでギリギリかな。明日も1時半にまた出ます。陸に上がってからも作業が続き、仕事が終わったのは午後7時半ごろ。過酷な仕事です。今、石巻ではインドネシアから来た多くの若者が漁業の現場で働いています。震災や高齢化で人手不足が深刻な石巻の漁業にとって彼らの力は欠かせません。日本人よりも一生懸命で、何も言うことないね。いなくなったらば大変だね。もう 何十艘も止まるんじゃないですか、船。タイヤベルメンにお祈りしましょう。そうしましょう。はい。この辺、僕もバリカナピモルカナオリナーラバナ。メン。これ、いただきます。ソレさんたちは漁港からほど近い一軒家で共同生活をしています。おいしいよ、本当においしい。おいしいインドネシアの料理。彼らは漁業の技術を学ぶ技能実習生として来日しますが、実は帰国後漁業に就く人は多くありません。インドネシアでは漁師は収入が低く、社会的地位も低いからです。ソレさんはそれでも将来漁師になることを目指しています。故郷の西ジャワ州で定置網漁を営む父の後を継ぐためです。毎月多くはない給料から仕送りをして家族を支えています。石巻で漁業を学びながらその経験を活かせない若者もいる。木村さんはそうした現状を変えたいと思っています。2012年に仲間の船主5人と支援団体を立ち上げ、インドネシアの若者300人ほどを受け入れてきました。技能実習生たちの気持ちや生まれ育った環境を知りたいと実行してきたのがインドネシアへの訪問です。そこで驚いたのは、日本とはかけ離れた現地の漁業の実態でした。
魚いでもなかなかその冷蔵設備だったり冷凍設備がなかなかあっちないので、船もね中古のトラックのエンジンばらして裸でこう住んでからね。そして彼らの実家を訪れた時に家族からかけられた言葉が木村さんの意識を変えました。お母さん当然だけども心配しながら泣いてんだっちゃ、社長さんよろしくうちの息子って何心配ですかって怪我心配ですとかよろしくお願いしますって泣きながら、きちんと日本の漁業の技術を伝え彼らがインドネシアに帰った時に稼げるようにしてあげたいと考えています。石巻さん行っていいかったな、お正月ずっと寒かったけども寒くてあの荒波の中行ったことも行っていいかったな、行っていいかったねって思いだこいっちゃ、やっぱり会社してれば従業員だの飲み込みが一番の財産でねえすか宝。もうしばらく石巻に残り技術を身につけたいというソレさん、帰国したら叶えたい夢があります。インドネシアに帰りましたからいっぱい作りたいです。船とか網とか新しいの船作りたい。